フレイル予防、タンパク質を取ろう。ある日のこと、花子さんは栄養相談に訪れていました。その相談をちょっと覗いてみましょう。そういえば最近食が進まなくて、特にタコとか漬物とか固いものが食べにくくなってきたし、前よりも転びやすくなったかもしれないわ。そうなんですか。もしかして最近食事が偏っていませんか？栄養素の中でもタンパク質が不足すると筋肉量が減ってしまうことがあります。タンパク質？筋肉量が減る？タンパク質って聞いたことはあるけど、どんな食べ物に多く入ってるのかしら？では詳しく見ていきましょう。こちらの資料をご覧ください。タンパク質はこのような肉や魚、卵などの大きなおかずに含まれているんですよ。へえ、そうなのね。花子さんはこの中だとどんなタンパク質を摂っていますか？牛乳は毎朝飲むようにしています。昼は麺類が多いので、うどんやそばに卵を落として食べることが多いかな。夜は焼き魚や煮魚が多いです。そうすると1日に必要なタンパク質の量が足りていないです。そうなの？じゃあ私にはどのくらいタンパク質が足りないのかしら？タンパク質は体重 1kg あたり 1g 以上のタンパク質を摂るとフレイル予防につながると言われています。ただ病気をお持ちでタンパク質の制限がある場合には主治医の先生にご相談くださいね。私の体重は 50kg だから、1日 50g 以上摂ることを目標にすればいいのね。でも 50g って食べ物で摂るとなるとどのくらいなのかしら？花子さんは牛乳と卵と魚を摂っていますよね。そこにお肉とお豆腐をプラスすると 50g です。私の食事だと足りていなかったのね。じゃあ朝に豆腐、昼にお肉をプラスしてみます。そうですね。花子さんの以前の食事に、例えば朝に冷ややっこ、昼に唐揚げをプラスしてみてはいかがでしょうか？ちなみに肉や魚、それぞれの量はこのくらいが目安です。ここにある5つ全て摂ると、花子さんの目標とするタンパク質 50g くらいになりますよ。じゃあ頑張ってみます。その後、花子さんはタンパク質を意識して摂っているようです。栄養相談の後から調子が良くなったわ。やっぱりタンパク質って大切なのね。タンパク質を摂ってフレイルを予防しましょう。